どうも、爬虫類マスです。真夜中のビュアリウムです。MZ 爬虫類のマコポンです。はい、ということで今回の動画はですね、 MZ 爬虫類さんの息子さんがいるんですけども、息子さんがね、寄虫をめちゃくちゃ飼育されてて、ちなみに今の後ろにいるのはね、あの息子さんなんですけども、ちょっと顔出し NG なんでこういう形になっております。天井突き破ってるんですよね。高すぎてね。はい。ということで何か一言ありますか？油断してた。油断してた。楽しみです。いっぱいいますね、虫が。時計がすごいな。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速ね、息子さんの部屋を訪問していきたいんですけども、もうね。部屋一室がこんな感じになってるんですよ。すごい。もうあたり一面時計ですね。時計がね、すごい好きみたいで、こういう風に集めてるみたいです。いや、すごいな。で、寄虫がこういう風にね、置かれてますね。すげえ。で、こっちも時計ですね。すごい。これは、置物ですか？あ、そうっすね。そうですね、河川敷で拾ってきました。はい、ということで、早速ね、飼育されている子たちを紹介していきたいと思います。なんで寄虫にハマったんですか？初めて見た時に結構かっこよく感じて、そっからだんだんハマっちゃった感じですね。何聞いたらいいの？まあそうなりますよね。何聞いたらいいの？でもいつぐらいからその寄虫は飼育し始めたんですか？中学の3年ですね。あ、3年。今何歳ぐらいですか？もう18です。18。中学の3年何歳ぐらい？5年？ 5、6年ですか？ちょっと。まあこんな感じでね、早速、お部屋を拝見していきたいと思います。マレーシアンチェリーレッドです。まあ、迎えた理由はこの全体的な赤みの強さがかっこよくて迎えました。めっちゃ赤いっすよね。真っ赤っすね、これ。超綺麗。で、今からね、餌を与えるみたいなんで、ちょっとそのシーンも見ていきましょう。ちょっと待ってね。すごいね、やっぱり。いや、いいっすね。なんかあれっすね、いつも僕部屋で一人で撮ってるんでそんなにシュールに感じないんですけど、この4人大の大人というかいるのに、なんかこのサソリのね、サソリちゃんはムカデの捕食シーンをまじまじとずっと無言で見てるというのはなかなかシュール。あ、餌コオロギなんですね。蓋越しですね。ディビアとかは繁殖させないんですか？あれ、おいしい繁殖しなかったっけ？やっぱ上してるよ。マンション、大マンションだよね。そう。すげえ。マンション。ディビアだと、あの、殻とか残って、正直掃除がめんどくさいんですよ。あ、なるほど。あ、そういうメリットあるんだ。結構外角が結構残ったりしてて、それ見ようとして早く湧いたに湧いたりとかってやって。あ、分かるわ。めっちゃコオロギはトントンほとんど食っちゃうっていうか。俺もコオロギにしようかな。結構食べてくるんですよ全部。やっぱそういう柔らかさとかもあんねんな。すっごいバキバキいってる。ちょっとね、カメラに映りたくないみたいなね。次の子行きましょう。この子はタイランドフレームレッグジャイアントっていう子ですね。おお、学名がでかいですね。でかいです。18センチとかだったかな。この分かります？節の先が赤いの。超綺麗なんですよこれ。すっげえ。でこの子も庭から与えるんですか？あ、いや、あげます。おお。さあ食べてくれるのか。もう反応がすごい。もうプロ。いや、綺麗っすね。今回イベントとかで迎えたんですか？あ、イベントです。うちのもほとんどイベントで買ってますね。確かにショップで安定して置いてるとこってあんまないっすよね。まあないっすよね。
コロンビアジャイアントはあの8くらいで買ってきたんですよ。案の定オスで死んじゃいましたけど。なかなかね、本当にオスは短命ばっかなんで。ありがとうございます。怖えなこいつ本当。毒強いですからね、この手は。絶対強いですよね、こんだけだと。これがフラットロックスコーピオンっていう、岩場にいるやつなんで体は結構平べったい子なんですよ。この尾も細くてかっこいいですよね。はい。あとハサミも結構長いんですよね。なんか聞いた話によると、この世界最大はダイオウソスリっていうふうに言われてるんですけども、この尾の長さも比べたらね、この種が一番大きいっていう情報もあるらしいですね。じゃあ上げてきます。お、早いな。食べるのか。おー、行った行った。この小さなハサミを使って器用に食べるの可愛いですよね。コオロギの感覚としてどんな感じなの。4つのハサミで引き裂かれてると思うんですよ。なんか人間でいうスルメイカを食べてる感覚なんかな、サソリからしたら。そうなんですかね、やっぱしゃぶってこうなんか やってる感じに似てません。だんだん削ってかれる。なんかモザンビークって書いてありましたね、こいつ。ああ、モザンビークさんの。モザンビークさんって書いてありました、なんか違いでもあるのかな、色とかじゃないですかね。どうかな。でも結構見た感じだとモザンビークさんが多いイメージ。他の産地は見たことないのがあります。ほとんどモザンビークとかで。サソリはね、あのジョンソンさんっていう人がめっちゃ詳しいんですよ。へえ。その子がね、いてくれたらめっちゃ喋ってくれるんやろうって。迷い場にはわからん。どうですか、迷い場さん、見てみて、サソリの捕食器。一匹いかがすか。一匹いかがすか。すごい未知の世界。初めてのサソリとか。口どうなってんの。ハサミついてんすよね。ちなみに雲にもあるんですよね、あれ、ちっちゃいの。すごい。はい、じゃあここからね、まだ時間かかるんで、ちょっとね、本当はいろんなことで紹介したいんですけど、もうね、今何時ですか。夕方の6時なんですよ。で、ワニさんがね、この後待ってるんですよ、僕たちを。ね、待ちくたびれ。朝から待ってる。そうです、朝から本当に。で、まさかのね、僕ビデオカメラの充電器を家に忘れてきちゃって、 34% しかないから、結構ね、限られてるんですよね。本当はね、あのめちゃくちゃ飼育されてるんですよ、息子さん。もう数で言うと種類的には何種類ぐらい買ってるんですかね。あ、ちょっと待ってくださいね、何か映してあげてからないと床配信になっちゃう。こいつはこいつでこの子で、はい。え、何種類ぐらい飼われてるんですか。何種類だ、数えていいですか。はい、数え。で、まあこの子がよく有名なチリアンコモンという、まあ、ローズヘアタランチュラですね。で、ローズヘアタランチュラの流通しているのがポルテリとロゼアっていうのがいるらしいんですけども、時計が鳴った。この子ね、ワンチャンロゼアなんじゃないかなっていう。そのロゼアがすごい流通少ないらしいんですけども、ここのここの部分がピンクなんですよ。で、僕が飼育している子がポルティリっていう子なんですけど、僕が飼育している子がこうなんです。わかります？もう全部一色みたいな。もしかしたらそのこの子そうなんじゃないかなっていう。その外国の写真見た感じ、この子ロゼアっぽいなっていうのがあって、実際どっちかはね、ちょっと今詳しい方に LINE 送ったんですけども、多分バイト中なんで書いてこないです。種類的には数えました。大体20種類ですかね。20種類、日本のも含めて20種類。いや、いいっすね。本当はね、みんな写したいんですけど、また余裕があるときにまた訪問しに行きます。じゃあちょっと次の子いきましょう。これ今レンの下にいるって感じですか。あ、そうですね。さあ何が出てくると思います、皆さん。
僕はですね、ムカデな気がするな。なんだろう、大正解。カブトムシじゃない。カブトムシも息子さんが大正解ってボソッて言ってるこれでカブトムシやったらすごいな。カブトムシレンガ入れてる感じ。カブトムシコールにかかる。あ、でもこれカブトムシじゃない。カブトムシか。カブトムシやな。長いね、そら。ツノネシ結構みんなカブトムシのやつやそれ。クマネーな。あら、ピクルス色で可愛いな。これ脱皮前とかじゃないですよね。いや、もう普通のっす、これなんていう種類。もうソロモンオオムカレっていうムカレです、多かったっけ。あ、なんで。いらない。比較神か。噛みつきだけで終わらすのやめてくれよ。いやだ、食いって食わねえな。人前嫌だ。すいません。はい、まあ、ソロモンちゃんもね、ちょっと臆病だったんで、次の子行きたいと思います。これタイランドフレームレッドレックっていう子ですね。この子若いですね。さっきの子との名前が似てるから、たまに間違いやすい。たまに間違えんすよ。食べてくれるのか。そうそう、あのこの子ね、すごい。このムカデ自体もいいんですけども、この子を飼育しているケースもめちゃくちゃいいんですよね。僕が知っているレプタイルズボックスっていうケースがあるんですけども、あれ結構小さいんですよ。それなのに今回このムカデを飼育されているケースめっちゃでかくて、ほらすごくないですか。僕の手これです。大体これぐらいしかないんですよ、レプタイルボックスで。これがハチクラさんで購入したやつで販売されてるらしいんですけど、すごいな。ハチクラって大阪にあるんですかね。大阪に中野と大宮しかないかな。あります。あとなんかどっかの仙台だ。仙台か、そう、仙台か、そう、店舗と、どっかのお店に入ってるとこまでね。ムカデの捕食って凶暴さ出るじゃないですか、その瞬間好きですね。たまにピンセットごと持ってきてもらいますよ。まあ、そういうピンセットじゃないと登ってきますもんね。これでも登ってきますよ。竹系の大きいとやばいですね。たまにこうピンセットを投げてダメだ、やばい、緊急脱出みたいな、やばい、バンって特にこいつですよ。 MZ さん大丈夫ですか、噛まれても。まあまあよく噛まれてますからねよく噛まれて炎上する噛まれるのは慣れてる飛びずらへんかな。ヘビには噛まれるけど、ムカデは触らないですね、絶対に。ヘビ、まあヘビはまだパワーですけど、まあ毒ヘビじゃない限りムカデはもう内部から壊しますからね。やばいやばい。いや素晴らしい。で次の子で最後ですかね。最後ですね。この子はなんていう種類ですか。これベトナムですね。あ、これベトナムなんですか。ベトナムですよ。なんか僕の飼ってるベトナムと全然見た目が。キヤシタイプかな。俺食うかな。なんか早っ。通りすがりで食べましたね。なんか背中の色めっちゃ濃いっすね。あ、結構濃いっすかこれ。黒の、黒というか赤の深みがすごい。さあ、どこした。焦げ赤みたいな。あ、大手記ホールド。これ大手記ホールド。ムカデの大手記ホールドって界隈では言われてるんですよ。でもこんなんされたいですか、やっぱムカデに。されたくないですか、こんな。いろんな手で優しく包み込むようにバキバキ壊れる。バキバキ。気づいたら死んでたみたいな。いやー、肩抱かれてる。頭からかじられる。頭から、ね、頭かじられる。バリバリ言う。脳を先に潰した方がね、痛みはなくなると思うんで。一回カツマスやったんですよ。はいはいはい。ちょっと嫌になりましたね。いやでもあのマウスとかヒナウズラとかだと栄養ありすぎて寿命がダメになるらしいですよ。ああ、そういうの。いかんせん食い残しもするから、やっぱ衛生でも良くないし。虫が一番ね。虫だ、虫。なんか今の人間もダイエットって言ったら虫食べるのが一番いいかもしれない。栄養的に。どこから体に行くよなんか。本当に。めっちゃお腹空いてきた。はい、ということで、まあ、こんな感じですね。わ、これ残り爬虫類飼育者2人取れるかな。はい、ということで、飼育している子たちの一部をね紹介していただいたんですけども、もうみんなね美しくてかっこよくて、もうムカデ好きなんすか、やっぱり。大好きっすね。もう僕はね、あのちょっと充電も足りないから、もうどれか選んでみたいな、6種類ぐらいって言ったら、めちゃムカデの割合が多くて、あ、やっぱムカデめっちゃ好きなんだと思ってね。いや、よかったです。で最後にね、僕のチャンネルで
帰中を迎えようかどうか迷ってる方に向けて何か伝えたいことなどあればちょっと言っていただけるとなと思います。伝えたいこと、はい、これが言えたもんじゃないけど、やっぱりなんだろう、最後まで管理しきれるかどうか、やっぱり飼育できるかっていうのを考えてほしいです。ありがとうございます。もう本当にね、寄虫っていうのは愛護動物じゃないんで、誰かが逃がして問題起こるともうそれ全部特定外来生物になってね、飼えなくなっちゃうんで、そこら辺がねちょっと気をつけてほしいなっていうのがありますね。はい、ということで今回の動画はねこんな感じで終わっていきたいんですけども、今回は、MZ80さんの息子さんのねお宅訪問でした。はい、ということで、他にもね爬虫類いろんな動画するんで、よかったらチャンネル登録、そしてこの動画がいいなと感じていただけたら、高評価ボタンお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。